お前たちは、トゥビ、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返し強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造者はそれを料理する。大した時間は必要としない。自分たちの創造主を倒すなんていいんだ。こんな奴、植物のような単純でくだらない構造の生き物、価値なの。私たちが興味あるのは月にいる人類。人類？そう、人間は魅力的だ。理解不能。記録によると同じ種族で大量に殺し合う、愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解性。私たちはその真理に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。手伝う？そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴く。こう素敵なこと。僕はそんなことやらせるわけないだろ。トゥビー、こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけ。滅ぼすしかない。君たち、ここにいる怪物、宇宙人。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。この道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わない、ナインエス。はーい。トゥビさん、こちらオペレーターの 6O です。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。やあ、元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かす。あ、ありがとうございます。司令官は昔馴染なんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置。でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。